柳の宮橋は、埼玉県八潮市大技西袋の綾瀬川に架かる、千葉県道、東京都道、埼玉県道54号松戸総火線の道路橋である。柳の宮橋最初に架けられた柳の宮橋は、長さ14間幅1軒3尺の土橋であったことが、武蔵国軍村市に記されている。橋付近を流れる綾瀬川は、 関英年間に改作された綾瀬川の新流路であり、かつての流れは現在の草加市との市境に沿って蛇行しながら流れていた。現在の橋の福音は8.5メートルの日経間のコンクリート橋で、歩道は下流側に設置されている。老朽化と四車線化に伴い掛け替え工事が行われている。現道のバイパスとなる新中川橋が2010年に開通し、 三里市と四車線で結ばれたが、柳の宮橋の部分から中央四丁目交差点までの930メートルが未開通となっており、草加市とはまだ2車線の現動を経由する状態となっている。西袋の工場地帯や隣接する草加市の工業地帯からの車で混雑していたが、橋の拡幅、掛け替えと全通により、東京外環自動車道の三里南インターチェンジ、 方面や三里市南部及び松戸市方面へのアクセスが大幅に向上される見込みである。現在の橋の上流側に仮設の橋を架け、本設の橋を建設する手法で建設工事が計画されている。建設予定の橋は現在の橋とほぼ同じ場所で架け替えの際の迂回路となる仮設の橋は2022年春に完成予定である。 橋の配置も変わり、2車線から4車線に拡幅される。橋の予定地は、都市計画道路総上里線として、都市計画決定されており、八潮市側は6基に分け整備され1982年に、開通し、欅通りと呼ばれるようになっていた。ありがとうございます。